はい、こんにちは。パライソラ中井出道場代表の井出ことキューピーです。そしてこんにちは、都市少年柔道会の西村です。はい、まずはちょっと早速初出し、今日もらってきました。下からいきますね。あ、ずれた、ずれてしまった。下からいきます。じゃん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 。12月12日でなんと朝10時から、なんと12時に終わるという嘘。早っ。じゃーん、できました。12月12日の木山ふれあいフェスタのポスターです。15時か、こっちから見たら、後ろから見たら12に見えちゃった。はい、3時までありますね。10時から3時まで、まあ、すごいですね。メインはですね、やっぱこのアリーナを使って3日間するという金土日、これ美術館をするそうです。木山すごいですね、うん、で、ここに載ってるんですけど、木山出身の原康久というんですかね、これね、キングダムの作者。はい、そして木山町出身のこれ掛丸、これ翔ですかね、普通に読んで、うん、はい、少年ラケットのこれも漫画家ですね。これチャンピオンやったかな、はい、そしてあと佐賀市出身の宮崎健介氏、そして木山町を拠点に活動するアート集団ピクファ、かなりもう知名度上がってますけどね、もうそこの美術展をするという。だからまあ、キングダムの原画があるっていうだけでも、です、ね、なんかもうキングダムファンは大喜びですね。まあ、頑張ってちょっと3日間やるそうですので、はい、そして、日曜日はもう朝からね、いろんなコーナー出店も出るし、エコドライブシミュレーターとかね、創作劇もあるし、なんかそしてその中にじゃーん、これアップしましょう。グーグー、これ見えますか、木山国際ブラジリアン柔術選手権2021、なんと、もうこう何年ね、ずっと共同開催というか、はい、アリーナが今使えなくて、どう、味を占めちゃってね、美術館とかやっちゃうんで、で、今はもうちょっと武道場の方に移ってますけどね、だけど全然武道場でも400人近くはもう全然大会開けるし、まあ、クーラーもね、ついてるし、まあ、一番いいのは、畳み直しやすいというで、あとインターネットでね、ライブ放送もしますので、2回目の締め切り11月4日、もう今日時点で245ですよ。増えてますよね、すごい地道に増えてるっていうか、10ずつぐらいなんか毎週上がってるような感じがして、はい、これ、2回目の締め切りには300ぐらいいくんじゃないかと。そして最終締め切りまでにはもう400行きそうですね。これちょっと心配ですけどね、私は逆に主催者としては心配です。400越した場合とかね、まあいろいろな、ね、うん、うん、まあちょっといい嬉しい悲鳴というふうに言いましょうかね。そしてまあ12月はある程度コロナも落ち着いてしまって、ちゃんと大会が開催できれば、今年まあ2回できたということで、去年よりは全然ランクアップですよね、うん、でまた来年に向けてまたまさにブラジリアンの柔術回戦が始まるということで、そして、まあ、その西村さんから言うと柔道回戦も早く始まってほしいなと。そうです、また戻ってきました、はい、ふるさとに、ふるさとにというか、はい、原点に西村道場です。まあ、だけどうちは助かってます。やっぱ都市民がね、やっぱちょっと使えなくなると、やっぱ普通ならやっぱ練習できないじゃないですか。だけどここがあることによってちゃんと継続ができるということで、はい、いつまでですかね、今度ね。そうですね、まあ、11月いっぱいはちょっと、はい、10月いっぱいはちょっともう無理なので、まあ、11月途中からまた使えることになるのか、12月になるのかはちょっとわからないですけど、それまではここでちょっと頑張って練習しますということで、はい、はい、もちろん体験見学でお待ちしております。鳥栖市の義徳町、鳥栖少年だったら宿町ですね、はい、やっぱ宿屋だったんですか、そこら辺は。宿町っていう、俺ずっと宿町って言うんだ、宿町って言うんだ。はあ、なるほど。そして、あ、これもできたんで、じゃーん、これもちゃんと礼儀挨拶、柔道と一緒です。礼儀挨拶で敬意を教えつつ、弾けるときは弾けますと、まあ、そこはちょっと充実のね、良さでもあるかもしれないですね。弾けすぎたらいけませんけどね、はい。そして、とりあえずこんなもんかな。大体言うことは前半に全部言ったので、あとは、そうだから今都市少年はジプシーの旅に出てるんですか。そうです。ね、なんか近くの少年柔道のところに出稽古行ったり、ね、だから、まあ、だからよかったですね、出稽古行けるぐらいの、やっとその流れになったというか、前は出稽古さえも行けなかったじゃないですか、はいはい、練習もできなかったし、それがいいよ、なんとかですね、うん、出稽古 OK になってきたということは、
あとはね、もう盛り上がるだけですよね、うんうん、コロナに負けるなですねなるほど、まあ、今どこ北重康さんとか、そうですね、うん、木山も、うんまあ、近いし、まあうん、であるんか、まあ、警察署とかそうですね、うん、工業とか高校とかも、ね、まあ、佐賀は柔道盛んなんで、まあそのまあ、練習さえ始まってしまえばね、うん、そのまあ、その少年柔道 の, そのレベルに合わせてね、こう、そうですね、でどん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 、はいはい、いけるし、まあ、それで人が増えてくるといいですね。だからそう、柔道のいいところはその出稽古できるというか、その、まあ、もちろん他のところもできるんですけど、その例えばこれ道場使えないとか、うん、練習がちょっとできなくなったからちょっとそっちに行っていいかなって言ってもこうチームごとで行くじゃないですか、はいはい、それでは追って逆の時もあるじゃないですか、うん、少年に来る時も、はいはい、どうぞ。でアカデミーになるとまたそれがまた難しくなるね。個人個人ならそれはできますよ、うん、あのちゃんとこう先生に言ってね、うん、行くとか、とだからそこが難しいとこですかね。まあまあそれは仕方ないですけどね、はい。だけどやっぱキッズとかね、少年のはなんかそういうのはなんか風習としてね、うん、残ると嬉しいですね。まあそれが合同練習になったり練成会になったりするとは思うので、うん、まあまだ九州はねそのレベルですかね大抵。だからまあ大会が開けるということは、うん、あのいい腕試しもできるし、今の自分たちの実力が分かるし、はいはい、あと九州のレベルを上げるという役目も、ね、うん、この大会はあのできてるし、ちゃんとそれを大会が主催できるというのが、まあ、一つのなんかなメリットというか、はい、まあ、周りから支持される形かなと思います。また来年になるとね、またどんどんまたいっぱい増えてくると思うんですけど、はい、まあ、その中でちゃんとあの参加者が選択してあのいい大会を作ってくれればいいと思います、うん、はい、そんな感じですね。まあこれでまた充実がする人たちが増えてほしいなと願いつつ、まあ、私もあの労力惜しみませんので、この大会を継続させましょう。まあせっかく木山町さんといいあの関係ができてますので、皆さん の, あのルールを守ってマナーを守ってしっかりあの大会やってくれれば未来永劫続くと思いますはい、そんな感じです。はい、じゃあ、はい、九州のために頑張りますので、またバリカタバリカタテレビもよろしくお願いします。チャンネル登録よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、はい、じゃあさよなら。